はい、今日はですねモンキーブレインベイツの伊佐智之さんにお越しいただきました。はい、伊佐です、よろしくお願いします。でですね、早速なんですけど、はい、今開発中の、MB1 カスタムという 175mm の、はい、ジョイントのビッグベイトがあるんですけども、これのですね今彩色ですね、カラーのチャートを決定するための、はい、今打ち合わせを、ね、ちょうどやってたんですけど、そうですね、ちょっとたくさん塗ってきたんですけど、まあこの中から、このカラー数言っちゃって、まあ何色か何色か選んで、はい、まあ選抜メンバーが選ばれる、直前みたいな感じですね。でまあこういった形で、まあ、たくさんの色数があるんですけども、そうですね、まあいろんなシチュエーションだったり、はい、あとはその湖だったりを想定して、まあ、モンキーブレイン的なカラーとして今回塗ってこられると思うんですけど、 その辺のねちょっとこだわりをちょっと聞かせ願いたいなと、はい、話しますか。はい、基本やっぱり関東で使いやすいルアー自体が関東の例えば霞水系のちょっと濁りの入ったステインウォーターっていわれる水質だったり、まあ、あとは利根川とか、うん、はじめちょっと大きめの河川、クリアじゃないんだけど、ちょっと何ていうんですか、ね、微妙に濁りの入ってるような関東にわたる低地の湖だったり河川だったり、ちょっとこう濁って、うん、まあ、緑がかったちょっと白っぽい湖です。で、まあ何かしらそう粒子が舞ってるような、うん、そういう水質で使うことが多いっていうか、まあ、そういうところで開発してた、伊佐さん的なスタイルなんで、主にやっぱりルアー自体がそういう方向なので、カラーもどっちかっていうとちょっと、うん、アピールカラー、うん、見やすいカラーっていうのが、ちょっとね見た感じ膨張系のカラーが多くて、ちょっとボワーっとこう反射するような、うん、非常に分かりやすいのがこういったホワイトとかチャート系、まあ、これはもうこのズバリ発色で見やすいタイプで、操るアングラーからも見やすくて、ルアーが今どういう状態にあるのかっていうのが分かりやすい、うん、操作しやすいっていうので、多分この手のジョイントベイトを使う人だったら一番まず初めに手に取るのが多分これかな、うん、まあこういう定番はやっぱり絶対必要で今回塗ってあるんですけども、こういったちょっとリアル系のですね、ちょっとその前ですね、カテゴライズしますかね、一回ね。どうぞ。いや、ちょっとモンキーブレイン的なカラーカテゴライズ、ちょっと。それは今言ったアピール系のカラーがまず一つと、で、あとはリアル系なんだけど、そのルアーの特性としては、巻きジャークをよく使うんですね。で、そうしたときにルアー自体が平打ちのアクションをするわけです。で、フラットサイドなんで、フラットサイドで平を打った時にここで発色、光の反射と発色を生々しくさせたいっていうことで、こういうシルバー、ホワイトシルバーっぽい感じのサイドからっていうのをこういう実在に存在するようなこういう、うん、リアル系ですね、まあ、レインボーとこれアーユーでボーダーですね、で、まあ、ヤマメなんかでオイカー、こういったカラーはベースにそういったホワイトシルバーっぽい反射もするんだけど白く発色もするっていうところで、ちょっと濁りが入っててもちょっとぼやっと光るっていうか、でそういうカラーをベースにしてるんで、リアルカラーだから溶け込むというよりはバックはリアルじゃなくてナチュラルカラーなんだけど、サイドで発色膨張してフラッシング、フラッシングというよりはなんかこう発色って言った方がいいのかな、存在感がある、うん、白っぽいぼやっとした光膨張系の、ね、うん、っていうのを意識したカラーはこういうリアル系のカラーで下地に全部採用してて、まああとはその水域にいる魚にね合わせて選んでもらえれば気分も上がるしっていうところで、まあディティールは細かく再現しています。まあ、チャート系とホワイトパール系で、はい、ナチュラル系のカラーが揃ってますよと、はい、いったところですね。そうですね、
あとここでちょっと今光物系、はい、まあ、メッキとホログラムに分けたっていうイメージなんですけど、はいはい、でこの分かりやすいじゃあメッキホロ系もいやビカビカに光るタイプですよね。でこれっていうのはあの例えば霞水系だとちょっと深く潜ってしまうと光が届かないんで あんまり使わないんですけど、逆に今度水がきれいになった時にあのこの光っていうのは届くようになるんで、あのその光によってあの存在を気づかせたい時用なのかなっていう、まあ、例えばあのカバーの奥に入った視界が狭い魚に対して明滅でそのルアーの存在をこうしっかりと見せたい場合とか、そうですね、ウィードの中なんかもね結構だからナチュラルレイクがやっぱりメインなのかなっていうイメージですね。あの濁り水で使うなんて話ではないんですけど、まああの基本はやっぱそういうところ用なのかなっていう僕は認識をしています。あとは、この辺にあるのはゴースト系のカラーなんですけど、ゴースト系は僕の中では2通りあって、本当に透けるカラーっていうのはやっぱりあの、クリアウォーターの、要は強すぎない、ちょっと輪郭がぼやけるようなイメージのカラーですね。だからコース化した時にこう背景が光が通り抜けてくるっていうようなカラーなんですけど、あのじゃあこれがあの濁り水で全く使えないかっていうとそうでもなくて、例えばこういうお腹の部分とかベリー のからサイドにつながるラインですね、こういうところにちょっとホワイトをちょっと薄く入れたりするんで、それだけで結構このホワイトの発色自体が出るんで、あの濁り水でもそのホワイトは結構発色してくれる。あとはそのさっき言ったように河川、関東の河川 そのちょっと濁ってるようなとかだとこれでも十分使えたりするんで、意外にまあ基本クリアウォーターのちょっとその輪郭ぼやけ系カラーなんだけど、他でもまあ使いようは全然あるっていうような認識ですね。普段濁ってる水系がクリアアップされるとかね、そうですね、そういう時とかもまあ強すぎず弱すぎないというか、そうですね、まあ何でもそうですけど、この光でも発色でもたまに強すぎる時があるんですよね。でそれを嫌う時っていうのが確実にあるんで、やっぱりちょっと弱いそういうところのあのさじ加減があのしたい時ってあるじゃないですか、っていう時にこういうゴーストカラー1本持っておくと、ね、便利かなっていう。なるほど、まあ、ただゴーストって言っても、まあ、モンキーブレイン的ないろいろなこう、そうですね、こだわりポイントがあって、あの単純な構造じゃなくて、そうですね、ちゃんと発色もある程度してくれた方が使い勝手がいいんで、うん、僕はそういうように言ってます。実際の大きく平打ったりとかするとギアッと結構見えたりします。そうですね、でこのルアーねすごいあの動かす楽しさっていうのがあるんですよ。で見えた方が絶対楽しい、そうですね。あとはちょっと変わり種でこんなの、あーそれか、はいはい、まあ、ブラックはまあ、特にトップウォーターなんかでは皆さんね好んで使ってるカラーだと思うんですけど、ローライト時にねコントラストが出るんで、だからまあそういうカラーなんですよね、ルアーが上にあってで光が弱い中でもくっきりシルエットが出ます、でも逆にじゃあ明るかったらどうかっていうとそれはちょっと強すぎたちょっとっていうのはあると思うんで、出しどころをねちょっと考えてカラーではあるんですけども、ある一定の条件ではやっぱりこれじゃなきゃダメだよねっていうようなカラーがやっぱり来るかっていう、だからシルエットがとにかく強い。あでもこうあの、まあ、今回サンプルで塗ったのはショルダーにホワイトが入れてるんで、まあ、黒だけどこのショルダーって光を受けるんで、このルアーがここにあってこういう動きをしてるんだよっていうのを一応ここであのマーカー的な意味合いも込めてホワイトスケールを入れてます。はい、ということで、まあ、ざっくりとじゃあ4パターンぐらいに分かれるんですかね。そうですね、ホワイトチャート系の膨張系、あとメッキホログラム系と、
あとゴースト系と、うん、あとまあブラック。いやでもこれも違うんだ。アピール系か。こういう。あ、やっぱナチュラル系とアピール系で、うん、同じ包丁の中でも、うん、まあ、派手なものと、うん、ナチュラルのものと。色がくっきり出るタイプと、うん、ナチュラルなんだけど、ホワイトシルバーのフラッシングが出せるタイプ、うん、と、まあ、光もとゴースト、うんうん、と、まあ、ブラックみたいな感じ。そうですね。でこの辺 ね、あの製品版ではバランスよくチョイスしてやれたらいいなと思ってますんで、うん、そうですね、これからね社内コンペなんですよ、うん、そうですね、僕の思いは託したんで、あとは木箱さんの内部 で、 そうです、ね、さあ、 あのどうなるのかっていうところ、うんうんうん、もしくは、まあ、第2弾のカラーチャートで入ってくるカラーもあるかもしれないし、ね、交互期待ということで、はい、お楽しみにしていてください、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい。